どうも、飯田ハリコです。サーキットヘタレーサーが暴れてみた第27弾。今回はこのホットラップガントレットっていうのをやっていこうと思います。今回からいよいよモダンビーシリーズです。まあ、前回でレトロが片付きましたんでね。いや、果たしてどうで、ローナーかってことは、今回は、腕試しみたいなもんでしょうか。まあ、じゃあやりましょうかね。というわけで、なんかちょっといきなり私が苦手そうなコースなんですが、まあいいや。まあ、こういうしがちってね、まあ走るのは大変ですけどね、景色はいいですしね。しかも LFA ね、いや音がいいですね。個人的にね、 LFA ってね、現行の日本車の中で一番いいんじゃないかなって。一番ではないですけど、おっ、やってもった。とにかく焦らず、落ち着こう。それにしてもやっぱ音いいですよね。やっぱ狭いコースなんで無茶ぶりできませんね。ちょっと挙動がフラフラするような。まあ、これはシフトシリーズの仕様なんで仕方ないっちゃそんなんですが、早め早めのブレーキングで、まあ上手い人からすれば、まあ、鼻で笑われそうですけどね。まあ私はこうやらないとどうにもならないわけで、まあよく、まあ、このゲームやり始める前と比べたらだいぶマシにはなってきてるでしょうけど、胸を張ってうまいなんては言えませんね。もうすぐ、やべ、果たしてとりあえず3周あるみたいですね。この1分20秒にすら届いてないんで、ちょっと待て。いやいや、落ち着こう。まあ最初でちょっとドジなことしていましたからね。まあ仕方ないっちゃそんなんですが、さて皆様方のご意見も、答えていこうと思います。なんで、うっ、デーブ・スペクターみたいな喋り方なんだ。基本私はトークはそんなに上手くないんで、まあ必然的にそういう仕様になるわけで、そこのあたりご了承いただけたなと思います。やっぱ質問見ながらはちょっときついな。まあ基本よそ見運転するとね、あれですから。もう危ない。よし、なんかめっちゃ壁が、なんかレースするには嫌なとこですね。ここでレースがあったら確実に、なんか道が狭いんで、どこで抜くのかタイミング考えないとえらいことになりそうですね。まあ、ゆっくり走る分にはいいんですけども、よし、なんとか1分20秒以内に収まりましたね。次は1分18秒以内に収めたいんですが、ちょっ、やっぱここでドジ踏むな。シフトダウン忘れてた。やけに LFA が静かだなと思ったら、ちょっとラインがひどいですね。よし、さっきよりはマシになったかな。いや、それにしても朝焼けでしょうか。なんか雰囲気がいいですね。もちろん街並みも結構好きなんですが、なんかちょっとオレンジ色に染まった感じがまたいい。つうか、なんか飛び散った。なんでしょうこれ。いか、ニュートラル入れちゃった。ちょっとそれはやりすぎだ。18秒まであと10秒切りましたが、やべ、これ届かないかの。届くか。うわ、どんぐらいでしたっけ。まあかなりギリギリだったので何も期待はしてませんが、あー、1分
18秒プラスアルファっていったところで4号。ちょっとこれはきついな。まあ仕方ないね。あんなにグダグダでしたから。さて次やりましょう。まあ別に一番になる必要はありませんからね。あで前回の質問、ひどい、ひどすぎるよあんた。86相手のやつですね。まあ仕方ないね、相手が強すぎるんだから。あんなん金くありません。はい、というわけで、そっか、今さら気がついたんですが、レベントンなんかメーターが変わってますね。面白いメーターだ。どこのゲームだよ。うっ、いやちょちょ、すいません、これちょっとやばいんで。そっか、最近ね箱コンの調子がちょっと悪くてね。まあこれ言い訳にしてあれな、もうよ言い訳にするもちょっとあれなんですけど、なんかちょっとブレーキのねトリガーがちょっと効きにくくなっちゃってるんですね。まあグランドセフトオート4の PC 版を買ってからじゃあ買った時からこいつ使ってましたからね。まあそろそろ交換時期じゃないかなーって、ちなみに正しくいつ買ったっけな、発売後すぐ買ったんでね。PC 版いつ発売だったっけ、確か2008年だったような気がします。2008年の暮れだね。だからもうなんだかんだ3年近く使ってるってことなんですね。まあずいぶん前はプレステ2のコントローラー使ってたんで、まあそれに比べるとそんなに、あっ気を抜いちゃダメだね。スピンしやすい通過は私の腕があれなんでね、簡単に制御をね、こまめなブレーキングとかが必要ですね。しかしシフト2でこんなに苦労してるんで、ザ・ラーマどうなるのかちょっと不安ですけどね。まあ聞いたとこによると、なんだろう、結構素直な挙動っていうか、逆に言えばなんか面白みがないとか聞いたことがあります。まあ私はザ・ランの体験版はやったことがないんで何とも言えないところがありますが、おノーマルもいけました。あっ、危ない危ないね。そうかね、最近のねエレクトニックアーツってPC 版向けにねデモ出してくれないんですから、ちょっとそこが痛いんですね。つうか、あんなにスピンしてても大丈夫なんだね、一応は。まあ体験版出さなくても私は基本ねニードフォースピード好きなんで買いますけど、特にザ・ランに関してはね、もう車種がね、まあ言うたかな、結構魅力的でね、そういう面で結構注目しとるわけですわ。それに、なんかスクリーンショットとか見てると今回はチューニングが復活するみたいですよね。まあ自分はあまりチューニング要素は求めてるわけじゃないですが、エアロがなんかなかなかかっこいいんでね、まあこれちょっと期待かなーって。あとやっぱ景色がいいんですね、あのゲーム。まあ体験版は今週版のみなんで、ちょっとあれだった、動画とか見てたらあれだったんですが、でも公式に出されてるスクリーンショットとかなかなかいい感じですよね。確か要求スペックアホみたいに高かったんですよ、あのゲーム見た感じ。確か最低環境が GForce の8800およびラデオンの HD3870 以上と、GTA4 の推奨スペックを超えています。で、肝心の推奨スペックは、ご存知の方もいるかもしれませんけど、 GForce の GTX560Ti、ちなみに GTX560Ti って、昔のハイエンド、GTX285 と同じ性能なんで、あ、 Ti じゃなかったですね。 GTX560 が推奨スペックで、GTX560Ti が GTX285 と大体同じ性能です。で、ラデオン側は HD6950 と。いや、私ちょっとギリギリなんですね。一応 CPU は、まあ、i5 程度あればどうにでもなるみたいなんで、
まあ、私は i7-930 ですから大丈夫だと思うんですが、確かコア2クワッド 3.0GHz 以上って書いていましたけどね、コア2クワッドの 3.0GHz 以上って i5 の確か500番台のあのクワッドコアのやつにより、性能は低いみたいですね。まあ、だから一応私の CPU でもまあ 2.8GHz ですけど、 i7-930 は確かコア2クワッドの 3.2GHz 以上の性能はあったと思うんで、まあ最近のね i5 には負けますけどね、i5-2500 にすら、至らない、もうほんとねハイスペックっていうのにはもう虚しいぐらい性能が低いです。まあ技術の進歩というのは恐ろしいもんですね。おい、よし、お、今回はうまいこといけたかな。音楽もなんかいつもと違いますし、お、いけたー、あのよっしゃ。まあちょっとアレなところも多かったですが、まあよしとしましょう。まあ、さて、最後はいよいよん、あ、最後つうか真ん中やってませんでしたね。あらしもった。まあいいや、ちゃんと3レースこなせばいいですからね。つうか夜中のコースですか。ちょっとこれはきついですね。あんまり好きじゃない雰囲気はいいけどね、怖いんだよ。俺なんかそうだけど、レースゲームって車に携わる一つの手段だから。さて、ご意見がございました。そうです、うお、オープンカーだ。しかも窓すらねえ。さすが、確か SLR スターリングモスですよね。私この車好きなんでね、結構好みが分かれそうな車なんですよ。うっ、くくく、確か SLR マクラーレンを購入した人のみ買える特別なベンツ、ベンツというか、まあ、厳密に言えばマクラーレンの車なんですよねこれ。いやー、このもう思い切った感じがいいですね。まあ、TDU2 ではこの車を愛車にしてますが、もうほんとドライブが楽しくてたまらないです。いやほんとメルセデスようやったなーって感じが。あ、メルセデスじゃなくてマクラーレンやね。まあ一応ベンツの車ですけど、2度4スピードシフト2アンリージュでは、なんかマクラーレンの車という扱いみたいですね。まあかっこいいんでどっちでもいいんですけど、いやこういう車実際走ってみたいですね。もちろんねヘルメットかぶらないとあれなんで、こんな車、いやーね、お、ミディアムまで行けたか。つうかもうすごい失態引っ越してるのに、この車でヘルメットなしとかも自殺行為でしょ、ほんと。まあ一応私メガネかけてますから、目のあたりは大丈夫かもしれませんが、あ、メガネ吹っ飛んでいくか。まあんなことしたこっちゃね。よし、2周目はなんとかね。まあ、確かに車のゲームって、まあ間接的でも車に携わる一つの手段でもありますよね。もちろんそれが完全にリアルとは限りません。やっぱ、加速度とか感じられませんからね。加速度というか、まあ、G ね、やっぱ迫力云々は実車に負けると思いますけど、現実ニューヨークを見せたこの世界もまた魅力だと思うんですけどね。まあ純粋に考えてみてくださいよ、こんな一部の人握りの車しか乗れないね、もう実際もうこうやってゲームで乗れるって最高じゃないですか。お、え、これ短かった。しかもどかしてね、一応、これ大丈夫なんですね。難しい、まあいいや、なんとか勝てましたね。さてガントレットも終わりましたし、これって、ラップ後か、結構ありますね。じゃあ今回はまあこのレース終わったら、
やめようかなと思っています。まあいつも通りちょっとチューニングとかもやってみたいですけどね。まあ尺の問題もありますし、まあ今後のレースのためにちょっと貯金しておこうかなと。まあここで車買ったらね、前回買ったインプレッサーの役目があれなんでね。しかしコルベットかっこいいな。いや素晴らしいです。一度でもいいから実車乗ってみたいですね。このねアメ車らしい音がね素晴らしい。つかメーター変わってますね。これは結構便利ですか。おっドド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 ド。あ、なんか突き飛ばしちゃったけどね。いや勝てばいいのさ。プロセスなんてただの飾り。結果さえ良ければ全てよし。まあそんな精神で頑張っていこうと思います。まあだってねここまで来るとねさすがにちょっと私もね感じにくいんじゃないかなって。まあそんなことはさておき。よし、ちょっとまあ汚かったかもしれませんけど、まあ勝てばいいからね。何もしたこっちゃね。ちょっとブレーキング遅すぎ。あっ掘られた。あのスパゲッティ野郎か。許さない。まあそんなこと、まあ7リッター V8 オーバーヘッドバルブさえあれば大丈夫だ。言いたいとこなんですけどね。あーだんこいつ結構強烈ですからね。確かコルベットの最上位モデル ZR1 はニュルでは GTR より速いですからね。バイパー ACR や LFA911GT2RS には負けましたけど、でもマス正真正銘世界に誇れるマッスルカーであることは間違いないでしょう。 Power is everything。 そう、力こそ全てなんです。力があれば何でもできる。まあ、もちろんこの車って結構ハンドリングも意識されてるみたいですね。まあ、出なきゃニュルであんなタイム出ないでしょうし、確かコルベット ZR1 の、サスペンションとか組み込んだ、なんだったっけな、カマロ ZL1 っていう、まあ、カマロのホットモデルあるんですね。あの車ニュルンブルクリンクでは、結構いいタイムを出していまして、最新の991型ポルシェ911彼らに相当する性能らしいですね。まあパワーあたりの性能で言えば多分、まあ、ポルシェの方に分がありますけど、まあこれまで直線番長で曲がれないなんて言われてたマッスルカーとしては、まあ、常識をひっくり返すようなことだと思います。まあマスタングも、まあ、こういうのも黙ってないでしょうしね。確か2014年にマスタングってフルモデルチェンジするみたいですね。でちょうど、生誕50周年ってことでね、まあ、果たしてどんな姿に化けるのか私としては気になるところです。やっぱ私マスタング好きですからね。まあ言うたかもしれませんけど私は、まあ、マスタングからアメ車好き始まったので、ね、まあ、それまでは大してアメ車に興味なかったんですね。まああれはいつのことかな、まあ小学中学年あたりのことかな。あの時はね結構ね日本の旧車にもっぱらハマってまして、ね、DR30 とかあと Z31 とかあと、まあ、ホンダのシティターボとかね、まあ、あのあたりでした。でその時にやっていたゲームがね、ミッドタウンマドネスというゲームなんですね。まあご存知だと思いますけど今は、ロックスターサンディエゴと改名したスタジオが担当していた、まあ、PC ゲームなんですね。であのゲームは、まあ、もちろんアメリカのゲームなんでねアメ車が結構出てましたけど、まあ、私は最初ね、まあ、登場車種には大して興味持たなかったんですね。まあニュービートルがありましたから、まあ、ビートル好きの私としましては興味がありましたが、まあいろいろとね、まあ、ミッション続けていくうちに興味を持ち始めましてね。特に99年モデルのマスタング、いやほんと素晴らしいですね。99年モデルだったかな。確かあのゲームは
97年だったっけ、ちょっと記憶が曖昧なんで覚えていませんですけど、まあミッドタウンマドネスは1より2をよくやってたもんなんでね。2は結構、2はもう発売から10年以上経ってますけど、未だにモードが出たりとして人気が高いみたいですね。まあそもそもは、ミッドタウンマドネス3が XBOX だけになっちゃったんですね。ミッドタウンマドネス2までは、まあ、PC 版はありましたが、まあ、その頃ちょうどマイクロソフトがゲーム機市場に参入しまして、まあ、その一つのゲームになったわけです。まあ、その時に生まれたのが、まあ プロジェクトゴッサムでもあったり、あと確かフォルツァモータースポーツの1も XBOX の初代に出てましたよね。ちょっと XBOX については事情よくわからないんで何とも言えないところがあるんですけど、まあ、と同時にマイクロソフトはそれまで今まで、PC ゲーム出してましたけど、どんどん力入れなくなりましたね。まあ XBOX の方にどんどん力入れたかったんでしょうし、まあわからんでもないです。でもなんでロックスターが、マイクロソフトのゲーム作ってたんって言われそうですけど、まあそれまではマイクロソフト、まあいろんな会社からまあ頼まれてゲームを作る会社だったんですね、ロックスターサンディエゴって。確かその後にロックスターの一部になっちゃったらしくて、ちなみに、そのロックスターサンディエゴは今ミッドタウンじゃないかミッドナイトクラブとか、あとレッドデッドシリーズ作ってます。ちなみにこのまあなんという皮肉なのかわかんないですけど、ロックスターサンディエゴって PC ゲーム出さないんですね。まあ理由としては割れとかが多いとか、まあわからんでもないですわ。 PC ゲームって結構不正コピーとか多いですからね。もちろん私みたいにちゃんとね買ってるユーザーもいますが、でもやっぱね困ったもんですね。もうちょっとみんなちゃんと買ってくれたらいいんですけどね。やっぱ PC ソフトって買うもんじゃないと思ってるんでしょうかみんな。あとまあクラックが簡単だから買うなんてバカバカしいって思ってる人も多いんでしょうか。さて、なんとか勝てそうか。よし勝てましたね。つか大したことないですね。あれ、まあいいや、無事勝てたことですし、まあいいでしょう。さて、じゃあ、お、なんか新しい車アンロックされまして、お、Z06 来たこれー、おーたまらんな。まあもう改造したい気満々ですが、まあそろそろ時間ですね。甘い尺が長すぎるのもあれですから、今回はここまでしたいと思います。グダグダでしたが最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。